チャンパーネール・パーバーガド遺跡公園は、同期時代から、ヒンドゥー王朝の要塞、イスラーム王朝である16世紀のグジャラートスルターン、朝の首都に至る、長きにわたる土地利用を示す、遺跡群を含むインドの世界遺産である。インド西部のグジャラート州に位置する、チャンパーネール・パーバーガド遺跡公園には、同期時代の遺跡に始まり8から14世紀の要塞、宮殿、 宗教建築物、居住区域、農地、取水設備などが点在する。公園内のパーバーガドーカの頂上に位置するカーリーカマタ人は重要な聖地とみなされており、今も多くの巡礼者を引きつけている。遺産はムガル帝国支配以前の都市として、唯一完全な姿を保つことで知られている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、 登録された。組織によって、日本語に翻訳された名称には、若干の差異がある。AB センター、ユネスコワールドヘリテッジ、チャンパーネール、パバゴットアルケオロジカルパーク。ユネスコワールドヘリテッジセンター、2019年7月12日、閲覧。ABCD、ノミネーションオブチャンパーネール、パバゴットアルケオロジカルパーク。2019年7月12日、閲覧。 世界遺産リスト世界遺産検定 www.sekaken.jp2019 年7月12日閲覧ありがとうございます。